73。続きまして、ジャックパイへ本部主役。小金井道場も初期の頃の一弟子として修行をし、その後、世界各国の合気道の普及の指導に当たっておりました。最近は日本にまた戻ってきて、現在は京都で大学の先生をする傍ら合気道、本業の合気道も指導しています。そして、最近また本部道場に戻り週に1回、週に2日担当で養心館本部道場でも指導に当たっています。パイエジャック、戸籍はもともとは南アフリカのフランス本部支配、奥さんは日本人です。世界各国に行っても人気のあるジャック・パイエの師範の名を。